皆さんこんにちは。伝統工芸士小岩井龍馬です。長野県上田市の伝統織物上田紬の作り手をしてます。今日はですね、着物を買う時に気をつけたい3つのことについてお話しします。この3つのこと、僕の中で着物を買う時に気をつけたい TPO と名付けてますんで、TPO の順番に、お話ししますね。まず最初 T ですけれども、これはタイムス、回数ですね。着物っていうのは、5年、10年、2代、3代と着れますんで、そういうのも考えて、どれぐらい、着れるかなっていうかね、そういうのも考えて、購入を検討されるといいと思います。続きまして、TPO の P ですけれども、これはプライス。値段ですね。僕も着物業界側の人間としてすごい、裏側とかいろいろね、そういう見てるんですけども、着物の値段っていうのは本当合ってないようなものなんで、あっちの店では10万円だった着物が別の店で100万円で売られたりとか、そういうのが結構日常茶飯事だったりしますんで、ちょっと衝動買いとかされるのもいいんですけれども、この値段で自分は納得するのかっていうのもね、買うときに検討していただければと思います。最後は TPO の O ですね。これは帯、いわゆる合わせるコーディネートですね。着物っていうのは単体では成り立ちません。帯ですとか、女性だったら帯揚げ、帯締めとか、いろんなね、和装の小物がセットになって、トータルのコーディネートですんで、それも加味してね、購入されるのがいいと思います。着物が似合うから、自分にね、着物があって似合うからといって、買ったはいいけど合わせる帯がなかったっていうのは、時々あるケースで、それで着物をね、着なくなってタンスのお返しになってしまったらもったいないですから、ですんでね、そういったコーディネートも考えながら購入検討されるのがいいと思います。以上、着物を買うときに気をつけたい、3つのこと TPO でした。ぜひ着物を買うときには、参考にしてみてください。以上、伝統工芸士小岩井龍馬でした。